And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund.各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は日本対日本、こちらをご覧いただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対日本、さあ北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。富安ですね。日本人離れしたディフェンダーですよね。この年齢でヨーロッパで通用しているというのは本当に素晴らしいですし、こういうディフェンダーがついに出てきたなという感じがしますよね。センター、サイド、どちらでもプレーできますし、プレーもクレバーですよね。守備の中心はやはり彼になってくるでしょうね。はい、やはり彼の働きというのがこのゲームの鍵になりそうです。さあ左へ預けてフェイントで抜き去ります。抜けるか、長友上げる、そのままキーパーが抑えました。厳しくチェックします。ここはつながりません。久保、森田から原口と、これは裏を狙っていきます。シュート、きた、先制日本。今のゴール奪ってから非常に早かったと思うんですが、いかがでしょう。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。さあ日本、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。ここはすぐ奪い返します。これは合いません。素晴らしい連携、組み立て、シュート、いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。日本、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。酒井、遠藤、日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。スルーパス、日本カウンターを仕掛けます。澤田、スペースへ、森田、このパスを防ぎます。森田から右へ抜けるか、遠藤、
田中から左へ、秋野、さあカウンターを仕掛けます。さあ右へ預けて、秋野、原口。日本はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、このボールをカットします。秋野、さあカウンタースピードを上げたいところ、さあ左サイドへ、澤田へ、スルーパスを出す、シュートもあります。さあ日本ボールです。澤田へ、澤田からのクロス、田中、さあ左へ預けて自分で行く、抜けてくる、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。澤田へ、トクラ、タイミング合いませんでしたね。ここで前半が終了しました。前半終え1対0、日本今のところ先制点を許したままという状況です。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。日本対日本、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね、はい、澤田、さあ抜けた、トクラ、インターセプト、奪いに行きます。これ仕掛けるか、さあシュート、さあこぼれた、酒井、久保、遠藤、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。久保、裏へ届くか、ここで受けて森田からボールが上がる中央、さあどうだ、酒井から久保、これを止めます。秋野、さあカウンターのチャンスになります。これを読んでいた、田中、遠藤、長友から原口、これはファールではなかったようです。ここからカウンター早いですよ。さあつながるか、この位置で受ける、シュート、いやー日本、このゴールで今日のゲームをリセットします。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。日本ここで追いつきました。面白い展開ですよね。このあと逆転に向けてチームとしてどんなプランを立てるのか、監督の采配も興味深いですよね。なるほど、
サカ、このボール奪いに行きます。パスでつないで攻め込んでいきます。トクラ、ここは守備の対応、これはファールではありませんでした。いいでしょう、ポジション切り替え。森田から原口、ここで収まる。ここでファールがありました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。フリーキックのチャンスです。これはどちらとも考えられる直接。まだある。長友から浮き球のパース。これは繋がりませんでした。いやー、少しいい形になりかけたんですけどね。インターセプトを狙う。とボールは。伊藤、日本残り少ない時間で本当によく追いつきましたね。そうですね、意地と言いますか気持ちを見せてくれましたよね。もう1点この勢いならあるかもしれませんね。これはファールの判定、危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。ここから狙えます。日本この距離なら直接狙える距離でしょうね。長友へ、遠藤から左へ、浅野クロスを上げる。日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。スルーパスを狙う、チャンス。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。スペースを使う、流れを止めます。日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。ここは通しません。投手の切り替えも早いですよ。浅野へ、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。右サイドへ振って、残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。浅野へ、リズムを刻む、裏のスペースを狙うと呼んでいた田中、これはチャンスだ。日本カウンターを仕掛けていきます。秋野、いいとこ入りますよ。さあ山崎、これを読んでいた。ここはつながりません。そして今試合終了、1対1同点のまま試合を終えました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。日本としては追いかける展開で始まった後半になりましたが、うまく自分たちのペースに持っていきましたね。プレー自体も安定していましたから、気持ちの切り替えがしっかりできていたってことですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1対1ドローとなりました。
And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall.このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。この時間はインドネシア対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。インドネシア対日本、日本は強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。まあフットボールは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツではありませんからね、はい、なので相手が強豪だからといって今日のゲーム何が起こるかわからないですからね。逆にそういうのを期待して見てしまうんですよね、はい、大竹いけるか。ここは奪いますと、これはスペースへ送り、ここは読んでいました。加藤この位置で受ける、大竹に渡る、主審ファウルを取りました。フリーキックのチャンス、今日初めてのセットプレー、直接決めた、素晴らしいゴール。このセットプレー直接ゴールに吸い込まれました。これはディフェンスの位置を計算して狙ってきましたかね。いやすごい。さあ日本、貴重な先制点を奪いました。まあこの雰囲気のシュート決まった、追加点、日本2対0、序盤から突き放しにかかります。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあ日本、得点を重ね2対0という展開。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。パスの効果、細かいパス回し、ここでファウルがありました。幸運にも注意に終わりました。ちょっと距離ありますけどもね、壁の隙間抜けませんでしたね。もう一つ前に行きたい、これを読んでいた。とこれはつながりません。さあここでカウンター、ボールがつながる、これはチャンス、裏を狙っていきます。このボールはつながりません。加藤フリーだ、シュートこぼれます。
裏へのスルーパス、インターセプト、スルーパス、澤田、と呼んでいた。大倉からのスルーパスは通りませんでした。これは合いません。裏のスペースを狙う、スペースを使う、流れを止めます。これはなかなかこじ開けられない。セカンドボール拾いたい。このボールに触ります。さあ右へ預けて、抜けてくる。これを読んでいました。長いフィード前線へ、澤田奪いに行きます。さあカウンタースピードを上げたいところ。スルーパスを狙う、シュートレンジです。コース入った、まだある、抜ければチャンス。これは奪い返します。これは届くか、シュート、笠原のセーブ。守備陣クリアの対応です。秋野、さあ左サイドへ、秋野からトプラ。 There will be one minute at a time.前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。日本としては先制の勢いのまま2点目も叩き込んだという感じでしょうね。後半もそういった流れに乗った攻撃を見せることができればさらに試合を優位に運べるでしょうね。インドネシア対日本、日本が前半は2対0という形リードして折り返します。早々とこの後半始まっています。秋野、秋野からの長い縦パス、さあ来たか、絶好の位置、ここはすぐ奪い、ミドル、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。このパスが抜ける、ここもしっかりディフェンスしました。うわ、展開早くなってきましたね。抜けてくる、対応します。これは積極的なチェック。絶好の位置で受ける、シュッ、後半開始早々ゴール。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。このゲームを追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、後半の早い時間帯に取れましたよね、はい、この後の展開ちょっと分からなくなりましたよね。このパスを防ぎます。
さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。秋野さあ左へ預けて澤田、お、これいいですよ、シュート、うわー、日本このセカンドハーフで詰められているわけですから、北澤さん、ここから終盤までさらに集中しないといけないですね。そうですね、この失点で気持ちが切れないことが大切ですよね、うん、もう一度選手同士でコミュニケーションを取った方がいいでしょうね。はい、ベンチにいる監督もそわそわしていることでしょうね。日本はメンバーチェンジです。この状況ですからね、リードしているうちに選手交代で変化をつけたいということでしょうね。スペースを狙う、ここはカットします。さあカウンターを仕掛けます。奥井、奥井、攻撃面でも貢献のできる選手です。しびき、一旦戻します。キーパー前へ蹴り出します。スルーパスを出す、飛び出した。さあ徳良、自分で行く、来たぞ、ボールを奪いに行きます。インドネシア、カウンターを仕掛けます。このボール奪いに行きます。いや、展開早くなってきましたね。狙う狙う、このボールをカットします。ここは通しません。日本としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。このボールをカットします。インドネシアとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点こっち開けたいですよね。さあ繋がるか、どうだ、さあチャンス、さあコーナーキック、日本、このゲーム最初のコーナーキックになります。日本追加点、日本ダメ押しゴールとなるのか。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあ日本、これで2点差、リードを広げます。日本としてはいい時間帯に決まりましたよね、はい、この時間帯での2点差は精神的なアドバンテージも大きいですよね。そうですよね。ここで前を向けるか、裏へ届くか、このパスはキーパーへ、パスを出したんですが追いつけませんでした。山崎、さあ一気にカウンター、これ仕掛けるか、うわ、取らないですね。二見、スペースを使う、これはどうだ、さあ打てるか、シュート、決めた。さあ笛が鳴りました。3対2、素晴らしい勝利で見事突破を確定、これはサポーターも嬉しいでしょう。
さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。素晴らしい勝利でしたね。勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかね。そうですね、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。日本が見事突破を決めたゲームです。